今日午後、宮城野区で少なくとも4台の車が絡む事故がありました。目撃者によりますと、このうちの1台はパトカーに追われていたとみられ、事故後、車に乗っていた男たちが現場から逃げ去ったということです。今日午後1時過ぎ、宮城野区福室の県道で少なくとも車4台が絡む事故がありました。目撃者によりますと、パトカーに追われていたとみられる乗用車が信号待ちをしていた車3台に追突したということです。パトカーあっちに行ったので、あ、なんか事故かな、事件かなって言ったら、もう近づいてきて、と思ったらバーンってぶつかった。追突した乗用車に乗っていたのは3人の男とみられ、事故後現場から走り去ったということです。警察によりますと、この事故で1人が怪我をしたということです。